はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお名前を。あ、ヨウケイそうです。ヨウさんは結構小金町は長い感じですか？長いは長いですね。2015年から18年の間に1回レジデンスに来てて、その後1回出て、でまた今年2022年の1月に入りました。ご出身はどちら？出身は名古屋です。名古屋。あ、じゃあ名古屋から横浜に来てみたいな感じですか？はい。ああ、そうなんだ。じゃあ今は横浜ベースでやられてる。そうです。はい。普段は、焼き物？はい。名古屋にいた時は焼き物は作っていなくて、樹脂とか、紙とかを使って立体作品を作っていて、あと映像を組み合わせたりっていう。ああ、そうなんですか。形をやってたんですけど、なかなか進まなくて、なんていうの、思いついて作る、あげてまでに半年ぐらいかかるようなぐらいストレスが溜まっちゃって、で、名古屋にいる時に、友達の陶芸工房に遊びに行って、ちょっと作らせてもらってっていうので、なんかハマっちゃって。あ、じゃあ陶芸を大学の時に勉強したとかじゃないんですね。してないですね。こっちに来たのが2015年なので2014年の末ぐらいから一回経験したっていう感じで、あ、そうなんですね、はい、なので陶芸をがっつりやったのは横浜に来て自分で窯を買って道具を揃えてっていうことをしてから独自に調べたりして、じゃあもう独学でやられてる感じですね。そうです分からないことは大体実家帰った時に瀬戸市っていう陶芸の町があって、はい、そこに行って工場のおじさんとかと喋って聞いたりとか友達絡みで聞いたりとかして、です、ね、なんかこのモチーフは植物のモチーフがすごく印象的ですけど、はい、なんかこれはこういつも使う、まあ、コンセプトであったり理由みたいなのあったりするんですか？そうですね、なんか植物を作る前、まあ、学生時代からかな、ずっと肉体とか人間の形態とか内臓とか妊婦のなんか体のそういう根源的なものにすごい興味があって、ずっとそれをテーマに作ってたんですけど、小金町に来てから植物を作るようになりました。以前レジデンスした時に生活をともにそのチョンノマっていう元売春宿で知っていて、最初の1年半ぐらいはすごい楽しかったんですよ。その刺激で出会ったこともない人たち、元ちょんの間のお客さんが窓をこう覗いてたりとかそんなことあった。あと薬物中毒者の人が2時間ぐらい喋ってくるとかっていうなんか不思議な人たちがたくさん話しかけてきて、あ、こういう人たちもいるんだって言って楽しくやってたんですけど、なんか毎回だんだん気持ち悪くなってきちゃってで、なんか疲れちゃって、それからちょっと地面を見るように、なんかあんまりこう周り見ないように生活してて、なんか地面見始めたらなんか地元とか大体同じなんですよね。地面の風景、ゴミが落ちてて、アスファルトがあって、あとは草が生えてて、そういうのでちょっと安心してそこから眺めるようになりました。それでこうモチーフをこう雑草みたいなものっていうことですか？はい、そうですね、売ってる植物にはあんまり興味はなくて、その疲れた当時も雑草が玄関の開けたなんてこういう縁石みたいなところでこう座ってるみたいな形で咲いてて、あとはなんか葉脈、葉っぱの葉脈とか根っこがちょっと見えてる感じとかのそういう形状とかも、なんか人間の血管とか、あとは緑色の中にもちょっと赤が見えるところとか、あと、まあ、そういう形状と宿命、なんかなんとなくそこに都合が多分いろんな状態が良くてそこに自生した、そういうのが人間と植物で重なり合わせて、なんかどうしてもなんか親近感が湧いちゃって、そこからずっと惹かれています。あ、なるほど。なんかじゃあそこにこう
シンパシーというか、はい、そういうものを感じてその制作のモチベーションにもなってるみたいなんですかね、はい、うん、そうですね、なんか多分その当時の思い込みとかそういう状況、自分の状況とかもあったんですけど、うん、どうしてもなんだろうな、共通点だけが見えてきちゃったりとか、うん、で多分どっかでなんか理由はちょっとわからない、うんうん、色とかは何かこだわりがあったりするんですか？色は、とりあえず陶芸自体の色が、あんまりそのバリエーションがないので、なるべくビビッドで、コントラスト強めに出したいな、差を出したい、暗いところと明るいところっていうのを出して、っていう風に考えて、まあ使える絵の具の範囲で考えてそういうことをしてます。こう陶芸っていうとやっぱこう実用的なものとも結びつくことが多いと思うんですけど、はい、洋さんの場合はむしろこう立体作品というイメージで作ってらっしゃるんですかね。はい、器は今年からちょっと作り始めたんですけど、今まで作ったことがなくて、立体作品として最後に、まあ、焼いた形の彫刻っていうイメージで作ってます。なるほど。今回 の, 展覧会でも発表されてますけど、なんかこう一つ一つにこう、まあ、タイトルとかもちろんつけると思うんですけど、はい、なんかこう今回はこういう感じのものを表したくてっていうよりかもずっとシリーズとして、さっきお話しいただいたようなこうまあ下を見てこう見つけたものとのこう自分との共通点であったり、そこに何かしら人間的なものがあるみたいなことをずっとこうシリーズ的に作ってらっしゃるって感じですか？はい、なんだろうな植物の形でを なんかその当時のその時の作る私の、出来事とか、そういうことを内包させて、植物の形として出すっていう感じで今作ってて、そうですね、子供が生まれて、妊娠出産育児の間って全然作れなくて、でその間に思ってたイメージとかを今年は作っていこうかなって思ってます。なるほど。非常に何かお話聞いて理解が深まったというか、そうですなんか全然知らなかったことを聞けてよかったです。ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい。